はいどうも、マノチです。よろしくお願いします。はい、見ましたが、キリンチャレンジカップ、日本対キプロス。いや、まあ、隠すところは隠さなきゃいけないし、無理する試合でもないし、かといって、手変に抜いて、勝てないってなったら最悪。まあ、そういう意味では、難しい。内容は絶対充実させたいけど、充実させたら隠せない。まあ難しい試合でしたけど、まあ、良かったんじゃないですかね。まず 1-0。まあ、大迫、斎藤あたりは隠すべき選手だったから、まあ出なかっただろうね。いやー、まあ、内田、良かったんじゃないですかね。いや、まあ、いいんですけど、ちょっと悪いところ。まず、選手で言えば、ホンダ。良くなかったね。なんか後半35分過ぎあたりから、まあなんかちょっと輝き放った場面がいくつかあったけど、まあ相手が疲れてたからかなって思うぐらい、ちょっとホンダ良くなかったね。まあ、もともとスピードでどうにかする選手じゃないから、結構立ち止まってその場でどうこうするタイプの選手だからさ、まあだから悪い時ってのは本当に顕著に出るんだよね。悪さがダメっていうのがね、まあコンディションが良くないって思いたいね。ちょっと今のままだと使えないホンダは。ただまあ使えるようになってほしいし、まあ、それはもう選手全員そう。もう誰が出ても使えるなって、誰が出ても面白いなって思えるぐらいにしてほしいね。まああとね、実況、ごめん、解説、津波。津波さんね、何言ってるかたまにわかんねえわ。ちょっとボソボソ喋りすぎだね。あと実況もね、いまいち、まあ、フジテレビの実況に比べたらなんぼがマシなんだけど、やっぱサッカー中継はテレ朝じゃないかな。手越しいらなくね。別にいらなくねえかな、手越し。そのなんだろう、手越しを置くことによってさ、そのジャニーズのね、手越しファンの人も見るとかあるのかもしんないけど、ワールドカップだかんね。そんなことしなくてもね、見るよ。手越いらねえな。なんか喋るたびに、違うんじゃないかって思っちゃったよね。まあ、あと、大久保。まあ、一応サプライズ枠に入ってんだろうから、騒ぐのは全然いいんですけど、いいんですよ。いいんですけども、ちょっと騒ぎすぎじゃないと、俺は言いたい。そもそもが、サプライズ感はあんまなかったからね。騒ぎすぎじゃないかな。まあ、そのなんか実況解説とかもさ、大久保、大久保、大久保ってさ、やめた方がいいよ、あれ。もうフィールド立っちゃえば、もう一選手でしかないんだから、もうみんな平等ですよ、そこは。まあ、盛り上がるのはいいんですけどね。まあ、ちょっと試合内容はね、難しかったね。まあ、キプロスは頑張ってたと思います。まあ、日本も隠すところは上手に隠せたんじゃないかなと思います。まあ、総括して、難しいな。総括して、俺は結構高得点を90点ぐらい与えてもいいんじゃないかなと思いますよ。がっつり勝つための試合ではなかったからさ。まあいいや。よし、そんな感じ。そんじゃ終わります。バイバイ。